はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さん、復習問題です。宇宙最強のフィールド魔法は何ですか。はい、そうですね、京都ウォーターフロント、これは何回も言ってるんですけども、この京都ウォーターフロントという、フィールド魔法、これをですね、サーチできるギミックっていうのは世の中にいくつかあるんですけども、まあ、テラフォーミングとか、あとまあネコーンとか、フィールド魔法をサーチしてくるギミックっていうのはいくつか、スキルの駆け足とかあるんですけども、魔術師ギミックを、使ってフィールド魔法をサーチする、今回コンボをちょっとご紹介していこうかなと思いまして、これどういうことかっていうと、この爆入剣士、爆入剣士、イグニスタープロミネンスっていう、この、チューナープラス、チューナー以外の P モンスター1体以上っていう条件で作れるモンスターなんですけど、これね、1ターンに一度、自分のメインフェーズにデッキから竜剣士を趣味で出せるよっていう効果があるんですよ。これで竜剣士の、この、マジェスティペガサスっていうモンスター、これを、出してくると、こいつが、P 召喚か竜剣士のカードの効果で特殊化したら、デッキからフィールド魔法を手札に加えるっていう効果があって、で、その後手札を1枚捨てるっていう。まあ、要は、こいつを出してくることによって、これをデッキからリクルートし、こっからフィールド魔法に繋がれることができるんですね。はい。このギミックを採用した、覇王魔術師デッキです。今回は。まあ、覇王魔術師って結構いろいろカスタム方法があって、いろんなデッキと相性がいいんですけど、今回はこの最強ギミックを採用しまして、これで、これ持ってきて、これで、これ出して、こいつで、分からしていきたいと思います。遊戯王を終わらせましょう。はい、デュエル、スタンバイ。あー、まあ悪くはないな。G だけ弾けねえんだよな。G だけ弾けねえのがさ、覇王魔術師の一番ダメなところでさ、ぶっちゃけなんかバグースかエンドしたところで負けんじゃん、結構今最近ね。なんか適当になんかリトルナイトとかされて、バグースかパッてやられてさ、みたいな話あるから、やっぱちょっとね、いまいちなんですよね、この G 受けっていうのが。まあ自由系よかったらまあそれは全員使ってるよねみたいな話あるんだけど、まあちょっとなんもなそうだな。来たわ。なんもない場合はマジで最強のハンドと言ってもいいかもしれん、これは。なんか、まあ最強のハンドでもねえか。まあでも、まあ言うて強いな。エンタメイト、ドクロバットジョーカーからいっか。で、召喚して、あとは、まあ、ニビルなんですけど、基本的には。まあニビルがあると、まあその P ペンテラ召喚した後になんかめっちゃぶっ放されるみたいなパターンはあるんですけど、まあ一応ね、ペンテラム前のアポロウーサーができるんで、基本的には。なんで結構この反動は割と強いかな。で、まあこれぶん投げて特殊して、で効果発動して、まあ一応攻撃持ってきて、で、エレック出して、あ、でもこれあれだったな。あと、ハオモンの魔術師出すの後で良かったかもしれないね。まあいいや。で、これと、これで、一回エレクトラム行きます。もうあと怖いの本当に2ビルぐらいなんだよね。で、これ4回目だっけ ?1、2、3、4回目。で、ピースケ。だから撃ってくるとしたら、多分アポロウーサ出てこない。タイミングで2ビル打つしか相手なくて、でライトブルーム爆破します。アストロガラフ回収します。でちなみにペンデラム相手にウララを打つ場合は、多分ねここのねアストログラフに打つのが一番いいと思うんだけど、基本的にはね。だから結構みんなライトブルームとか寄ってくるんだけど、ね、ここのねアストログラフが一番きついんじゃないかと思うんだけど、みんなどう思います。結局、エレクトラムにね、ウララって基本的には打ってないからね、ワンドボール。おー、引いた!ウォーターフロント。ウォーターフロント引いた。この2ビルなさそうだね。2ビル全然なさそう問題発生する。2ビルなさそう問題発生するのであれば、まあ、一番理想展開しに行った方がいいかなという話はあるんだけど、一回攻撃の利を発動して、ウォーターフロントにカウンターを乗せに行きましょう。これちなみにスケールがね、何 ?Q とかのもん、カードを用意できれば、一応ガメシエル持ってきて、ガメシエルペンデラム召喚もできますけどね。まあ、ちょっと今回は採用してないんですけど。どうすっかな。そしたら、一旦エクシール出すか。P マイウーサしに行きましょう。ヘビーメタルと、アストログラフで、エクシード、
でエクシード効果回収します。これ本来であればこの何マジェスティペガサスみたいなやつでフィールドを持ってきてからウォーターフロート貼るんですけど、今回なんか引いちゃったんで、そしたらじゃあエクシードペンデラム出します。まあ、何でもいいな、なんかマジェスティだでもいいな、マジ何でもいい。でここで一旦ウーサ出しに行く。これとこれ、これすごくない？なんか展開力えげつない展開力になってくる。でアポロウーサ出します。でガメちゃん持ってくる前にペンデラムします。でこれはもうありったけのモンスター出しに行けばいいから、本当に持ってる全ての、ペンデラムモンスターをペンデラムショップすればいいのでこれでいいのかな、これでいいのかな。でこうしてこうして、はい、でこうして、でこいつの効果で持ってきて、ガメシエルくんサーチして、ただガメちゃん出す方法はキックスカレットしかできないか。なのでオッタイズアブソルト Z、 これちなみに普通に深淵とマスカレボルテックスでいいんじゃねえかって話されると、まあ、それもそうなんだけどまあでもガメシエルは無限妨害なんで、ガメラは無限妨害だから無限妨害の方が強いっていう説もあるのよ。でサルージャスケルテッド出す。でこちら4枚ドロー入るのも強いね、うん、これ手札やつを引きに行くっていう動きもできるんで、まあ、それはそれ強いですね。はい、これは、一気に4枚ドローとボルテックスで、はい、ささささ、あー強いね、めっちゃ強いやん、ありえん強かったわ、なんか手札やつ様引いたわ。でスカレット効果、これ何棒があるんだこれ、わかんねえ、これ何棒があるか、ちょガチですごい妨害量あるものすごい量の妨害量あるわ。いけガメシエル爆弾先行100億妨害先行100億妨害ターン終了から、これでまあさすがにこれ返されないでしょ、さすがにね。ウーサー、まあでも、まあ、純粋に言うとウーサーが2妨害、ボルテックスで1妨害、ガメシエルで、まあ、2妨害で、ウララーってエフェクトベルあるんで、まあ、7妨害、まあ、G もあるんですけど、まあでも、まあ、純粋にカウンターの数だけ見ると、まあ、7、8妨害なんですけど、まあ、ガメシエル君は実質無限妨害なので、まあ、100億妨害と言っていますあ、まあ、メメントボーンパーリー、メメントボーンパーリー、それはいいんじゃない別に。まあ、G 打つか、はい、さあ G 通りますか、 G 通りますかって話ですよねこれね。まあ G 通っちゃうとそれはそれでまあやばいんですけど、まあ測るとかされてもいいですよ。あ、 OK です。でこれでまあ出てくる、まあメメントはさすがに手数そんな出ないから否定できると思うけどな。でメメントラルテクトリカ爆破されて、デッキからメメントモンスターが特殊召喚されて、まあ、メメントで、まあ、この盤面で出てきて怖いやつは基本的にあんまいないですね。ダークソードですね。はいはい。で、ダークソードは一応手を出せると魔法トラップカード破壊できるよみたいな効果あるんですけど、まあ、ウォーターフロントは当たり前に破壊対策あるんで、まあまあ関係ないよという話がありますね。で、手札一枚捨てます。メメント裏も。で、ウォーターフロント破壊しようとしますが、まあ、ウォーターフロントは破壊されないんで、カウンター取り除くと耐性があるんで、あんま意味ないと。はい。そんなクソみたいなカードで破壊できるほど、ハーピーのハルボーイとかで破壊されるほど甘いカードじゃないんで。京都ウォーターフロントは、まあ、一応エフェクトぐらい打ちますか。はい、まあ、手札ユーハスとガメシエルはあんまり相性は良くないですけどね。さあダークソードがエフェクトベイラーの対象になり、無効化されていく。はい、さあこれは厳しいか、お相手し意味不明妨害数で焦ってんだろうな。あ、それダメ、それはこれは絶対ダメ。メメントシーホース君はマジで盤面に出したり効果を使われたりしちゃいけないって言われてるんで、このモンスターだけはアドバンテージを稼ぎすぎるんで、まあ、絶対に無効にして除外します。はい、絶対にね。あと
手数での多分あのフュージョンぐらいなんだよね、あのメメントフュージョンぐらいなんで、マジで多分出し打ったところであんま大したモンスター出てこないんだけど、もうガーディアンキマイラも出てこないしね、はい、という話があるんですが、相手マジで諦めねえな、見上げた根性だぜ、この盤面でこの妨害量で諦めないのなかなかやるぜ。ああ、はいはいはい、それは一回ボルテックスかで、ボルテ効果使って、待って、これ除外した方が良かったか、あいつこれ墓地効果あんな、まあでも墓地効果売られてもらえるわ。ライトブルームとメメントフュージョン、一応なんかあの破壊してあのフィールドのモンスター破壊しますよみたいな効果あるんですけど、デッキから魔法トラップ加える効果ついちゃってるんで、まあこれ普通に打つと、はい、でそうすると何も起きませんでしたってなってはい、すいません何も起きませんでしたってなって、パリ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 ですね、はい、残念でした残念でした、また来てねということでまあこの盤面作ったら大体の時返せねえからな。なるほど、これは先に自由ってもらって、うらら打ってからうららに墓の当てないんですけどね、これこっから、ちなみに竜の霊廟にうらら当てろは結構あるあるですね、これ竜の霊廟入ってる時多分今覇王なんですけど、まあ竜の霊廟はさすがにうらら打った方がいいかなっていう気がするんで、皆さんも、はい、竜のレベルとか愚かな埋葬から入ってる場合はうらら打つ、まあちょっとガンマの裏目あるんですよね、まあ、ダークルームの効果発動したいんですけど、なんかあります、あーこれね、出てここに打つからさ、結局そこに打つから、これね結局ね竜のレベル、まあこれガンマケアできてはいるんだけど、まあ、結局そこに打つんだったらうらら初手で打っちゃった方がまあいいっていう話はあるんだけど、まああんま関係ないね、これバカな持ってるからまあ散々パラいろいろ話しといてあんま関係ないって話ある。ガンマそんなに相性がないから、ペンデラムって基本的には召喚剣使って、ドクロマットジョーカーとか、ダークブームとか普通にその召喚、まあ竜のイベント愚かな埋葬がない場合は基本的に召喚剣から入っていくテーマなんで、ガンマあんま打ってないんですよね。まあもちろんね、相手の先行展開止めれるとかそういうのあるんですけど、まあ、とりあえず、まあ、今回の場合はエレクトロンで破壊するスケールがあるので結構強いですね。はい、で、ライトブルームを発動しまして、で、エレクトロンの効果ライトブルーム爆破して、アストログラフ、ちなみにうららを打つタイミングはこのアストログラフに打つのが一番いいと思う。なんか迷った場合はうらら持ってる、こいつのね特殊召喚で、要はこのスケールを持ってくんだけど、上のこれ上スケール揃わないことあるんだよね、ここに裏打たれると。あ、2ビルやねえな。そう、それがね結構ね、これはこっちかな、はい、でアストログラフとヘビーメタルフォースエレクトラムでビヨンド出して、でビヨンド効果発動して、まあ証言持ってきます。で、覇王剣竜ライトブルームをペンデラムスケールセッティングして、ペンデラム召喚をしていきましょう。7、7、4、うららはいいか。で、2ビルがね、あとね、そのレベルが高すぎてペンデラム召喚できないってもんだよね。あ、レベル11だからさ、あんま出せあんま出せないんでね、あんまっていうかほぼペンデラムスケール12とかあるモンスターで、なんかデメント効果あるやつ、デメント効果ないやつあんまいないから。で魔術師出して、で効力サーチで一回シンクロしに行きましょう。うらら墓穴っていうか、うらら戻していいな。一応ボルテックス先出するか、まあ、2ビルもねえと思うけど、チェーン的に。でシンクロ召喚でイグニスターを出しに行きます。でこれで、こいつの効果でデッキから竜剣士出してこれるんですけど、このなんか出してくれる竜剣士モンスターがフィードオフを持ってこれるやついまして、マジェスティペガサスの効果発動し、フィードオフを持ってきながら
手札1枚を、捨てます。で、ウォーターフロント発動して、はい、で、こっから、スカルデッドですね。これ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 、はい、スカルデッドを爆誕させる。で、こうするとカウンターファラッと溜まるんで OK で、4枚ドローとボルテックスの効果が発動していく。これが一応基本展開だね。なんかね、さっきね、めっちゃ、うわ、弱え。なんかさっきめちゃくちゃ上振れた時あって、手札が。ウォーターフロント素引きした時あったんだけど、まあ素引きしなくてもこんな感じで、まあ一応フィールドの方持ってくることができますよ、みたいな話っすね。はい。で、ガメちゃんも、持ってきながら、攻撃の竜でカウンターをため加速させて、はい。これで4なんで、一応2回無効がカウンター上は打ってますって感じですね。エスカレットの効果、まあ画面シューラーは無限妨害なんで、何回も言うけど無限妨害だから100億妨害なんですけどカウンター5個しかたまんないの分かってますっていうね、ことはよく言われるんですけど、怪獣使いにとってウォーターフロントのカウンターは無限なんで、実質エンドで、これでまあ相手の、まあ、カードにマストカウンターを当てていければ、大体展開は止まってくれるから。あと、ガメシールの偉いところは、無効にして除外してくれるんで、AO とかでもね、結構、破壊が返さないから、割とその、無効系効果、なんか気軽に打てるっていうのは強いね。レッドデーモンだね。デッキ。ボーンデーモン OK です。で、ビジョンリゾネーター効果で、これクリムゾンヘルガイアっていう無限にアドバンテージ稼がれるカード回収されるんで、それは普通に無効にして除外しておいた方が多分いいでしょう。はい。まあ、まだ一応煩悩無効2回残ってるんで、手札のカード2回一応、手数否定はできます。はい。一応ね。参戦の5、強いね。まあ、参戦の5は止めた方がいいかな。これボルテックスのでさ、発動してさ、無効に しちゃうと、なんかこれカウンター乗らねえんだよな。これ。なんかさ、フィールドで発動したことにならねえってことなのかな。フィールドから墓地へ行ったことにならないみたいな。うわ、強っうわ、強っうわ、強っちょっとそれは聞いてないわ。参戦の際、参戦の後、連打は聞いてないわ。マジやばいこと起きた。でもさすがにもうないでしょ。参戦。そんな参戦入ってことある？ああ、ソウルリゾネーター。ソウルリゾネーター、まあいい、しょうがないか。ソウルリゾネーターはしょうがねえな。あ、いやでもね、このテーマ、シンクロスとか、リンクとかしないと、展開伸びないと思うんで、多分ね、大丈夫だと思いますけどね。はい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 。これあれかな？はい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 、いいですよ。OK です。なんとこれシンクロした瞬間カウンター乗るけど大丈夫？それやっちゃうとこれが無限妨害たるゆえなんだけど、これそうやっちゃうとこれカウンター乗っちゃうんですよね。これカウンター乗っちゃってそうなってるとこうなっちゃうんだけど、これ大丈夫？そういうことしちゃうとこうなっちゃうんだけどうん、大丈夫？相手的にはシンクロリゾネーターだけど、まあそうだよねこれがガメシールの強さだよね。なるほどね。ギミックカードだけか。手数でご利用してるかな、これ。愚かな服装、はい。なんだろう、ホルツか。うーわ、妖刀竹光ですって奥さん。そんな俺竹光なるほど。何これ、バランサーロード誰？あ、リンクディサイブル、はい。リンクディサイブル、あ、パラレルシード、やばいね。やべえ、なんか、タケミツサイバースとかいう、なんか、新しいデッキに当たってる。なんか、妖刀タケミツで、何がしたいのか分かんないけど、メインフェーズ1スキップされるのかな。黄金色のタケミツ、なるほど。フレームバッファローでさらにドローね。すげえ手札交換してんじゃん。なんだこのスーパードローサイバーステッキ。あ、わわわわ、ちょっと待って、やばい、それやばい。さすがに。
星の金貨。え、何わからん、わからんすぎる。どういうこと、なんかすげえ手札くれたけど、まあ、スモールワールド、スモールワールドとフレームバッハローはマジいらないんだけど、まあね、でもサーチできるかもしれないしな。ちょっと一応打ってみるか。これで一体何が起きるんですか。僕はこれマジ何ですか、これは。これ何してるんですか、これ。この人思いません。いや、盤面はなんか普通に強えな。ネオテン超解除ディセーブルムか。ちょ、星の金貨だけ本当意味わかんないんだけど、ちょ、どういうことなんだろう、これ。わからない。何が起きてるんだ、これは。一体全体。大暴落。え、相手が手札を全てデッキ戻して、その後、相手は2枚ドロス。やば、やっば、やばいこと書いてる。だから星の金貨ってこと。やばいぞ。こんなにいっぱい手札あるのに、もしかして俺これ全部乗せんの、これ。やばい。そんな8枚からあったのに手札9枚か。超解除、やばい。やっぱそういうことか。これ分かったわ。これ手札2枚にして、で、超会場で1枚判別して、もう1枚はダイヤ入りラプラシアンで無効にできるから、実質全判別みたいなこと、これ。なるほど、龍一。強くて草。やばい。さすがに何も起きない、それは確かに。やることな。やることなすぎ。そんな回りくどいことしなくても、前半ですギミックは世の中に無限にあるけどね。